ナト TV YouTube をご覧の皆様おはようございます。九州回転ちゃんのマリナです。本日は鹿児島県にございますひばり肝付店にやってきております。そしてここひばり肝付店さんですね、あのジャグラーも強いし、やっぱりあの海とかも大人気なので、まあなんかね、大の挙動を見てその辺もちょっと触れたらいいなと思ってる感じですね。暑い、日が照ってきた。今日は、回転ちゃん、だんだん私もプラスに、回転ちゃんだけで見るとプラスになってきているので、このまま駆け抜けていきたいと思います。それではひばり肝付店での実践です。よろしくお願いします。12、13、おはようございます。暑い、おはようございます。おはようございます。はて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 、暑い、何にしようかな。さっき聞いたらね、むっちゃ人気らしい。でも私はリングかマクロスが、でも実家リング通り過ぎたからマクロスにします。マクロス3打ちます。私ちょっとこれ動画内で初打ちなんですけど、今まで来店実践で、まあ、3、4回は打っている棋士ではあるんですよ。ただもう今解析が出てきて、いろんな示唆だったりとかがある棋士ですので、まあ、その辺をねちょっとあんまりトンチンカンのこと言わないようにはしますけど、まだ知らないことばかりですので、どうぞ温かい目でご覧ください。それでは実践していきます。準備は問題なく進行中です。11ゲームでスイカ、このね、来店実践した時割と出してるので、なんかそのイメージがかなり強いんですよ。裏切らないでね。お、続いてる。発展するかな。発展。いいですよ、幸先いいですよ。よいしょ。ポンポン引きますね。あら、変わるかな。おお、なんぞや。おーい、ウェイ、赤文字。いいですね、いいですね。決まったー、グーカワ。さて42ゲームでまず1回目の歌姫チャンス。いいよ、レベルアップ。
え、レベル2だよ、まだ。上がらない。全然レベル上がらなかったけど。はい、チャンスアップも特になしで終わりました。ちゃんとビタ押しできたら設定差になるらしいのでチャレンジしてください。残念。私その来店実践の時にあんまりこう通常時を長く打ってないんですよね。なんで今ふと思ったけど回るし、こうやってねちょっと枚数が増えたりとかもするので、これはもし ART 突入できなかったらかなりなぶり殺しにされちゃう台なんでは。わお、みのり、お、入ってた。あれが3回、お、ピラミッド。これはちょっとすごいね。だって1100回転回して1回もチャンスゾーン来ないし、1回ぐらいねチャンスゾーン行けばなんかちょっとそっからのやる気も変わってくるんだけど、せめて1回は入れてくれよ。50。アルバイツ、おお、逆じゃない？233回転やったあー、会いたかった、本当に君に会いたかった。
行ってください、お願いします。レベル3か。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。長かった。1306回転だね、総回転数。伸ばしましょう。もうだいぶだいぶいっちゃったから、2万5000ポイントいってますんで、頑張りましょう。幸いね、赤ですから、赤とバリケアラッシュで。まずは赤、難しいよね。うーん、なんだと。強いんだよ。ちょっとチャンスアップが何もなかったね。頑張ろう。ちょっと最初は赤だった。ナレが発生すれば撃破。発生しない。あれ？やめてくれ。今なんで赤文字出てきた。嘘だ、それはさすがに嘘だ。うわもうやだ。マジでか、めっちゃ苦労したのに。ほら左左だよ、ほら左だよ。あら、わあ、行きそう。発展。
じじゃない君。ちょ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 、レベル上げるやつ。あ、またおお、上がった。分かったぞ。上がってきましたね、調子が。イエーイ。さあこれでね、あ、黄色。こっからなんだよな。お、入ってきた。1回ぐらいじゃ。あー、強すぎる。うんとね、555535535。これ100の位が5だったら何かあったよね。私もちょっと覚えながら打ちたいのでちょっと調べますね。さっきのが535だったので100の位が5 10% と 80% 継続率。まあ継続率 50% は否定したということで、ちょっと頑張んないとやばいですね。あ、どっちにしよう。これやな。うん、お願いしますよ。ダメや。ちょっと待って、もう、単発。でかい、でかい、
カタケしてる。やりましたよ。これ回収できるんじゃない？
目標達成。これで13個ぐらいストックあるのかな。私の足し算が曖昧なんですが、多分それぐらいだと思います。535、さっきと一緒だ。ああ、バトルからランネーム016。黄色なればいいのに。あ、言ってたら言ってたら
きこれね全部無駄にしちゃったからね。ください。チャンスばっかり。なんでチャンスじゃないの？目標まであと3つ。ダメだ、うちこっから弱いな。よし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 。目標の5個は達成しましたよ。目標通りですね。5個ゲットしました。753。003。でっかいの来るな今日。しょうがない。002。いいね。今度はバトルなし。007。533。007。150。から流れたっけ。008。さあ19連目。誰も合流してくれないな。今赤だったね。一体頑張れ。いけるかと思った。おお。なんぼや。いいものが揃ってますね。いい2択。よし。222って。
ライトに行ったな。012。全部聞いたかな。全部聞いた気がするな。おう、まだいるのかな。あー、おらんかった。おらんかな。とりあえず22ツアー880ゲームの1787枚。思ったら過ぎてしまった。いやー、でもよかった、回収できましたね。ちょっと回してやめようかな。実戦終了いたしました。いや疲れた。もうよかった、もう延長した回がありましたよ。結果はじゃじゃん、投資1450枚、そして回収が1889枚ということで、回収できたのは439枚プラスでございます。よかった。ほんとちょっとずつこう収支が上がっていってますね。私は私ですから、ちょっと序盤はきつい展開にはなりましたが、無事勝利することができました。で、店内の様子なんですけど、パチンココーナー、スロットコーナーともに新台が大人気となってまして、パチンココーナーはね、なんといっても魅力はですよ、1円パチンコだけど最新台が1パチのその低貸しで打てるっていうのはかなり魅力だと思うんですよ。で、地域の中でも早めに入れてるそうなので、お客様さすがにやっぱずっとつきっぱなしでしたね。スロットはね20スロですけど、まあ、ジャグラーももちろん大人気で、ジャグラーはねもう決まりといったみたいなところがありますから、今日もちゃんとスラヘがね上がってました。もう全体的に見て寝台、あと設置台数の多い機種ですよね、海物語もそうだし、まあ、ちゃんとやっぱり出てました。さあ、もう私のちょっと回転ちゃんシリーズはですね、あんまり最近こう大勝ち3000枚ドーンとか5000枚フェーみたいな感じなのがちょっとなかったんですけど、まあ、こうやって地道にプラスを重ねていくことも大事だと思いますので、これからもちょっとずつでもドンとでも勝利をしていきたいと思います。それでは本日実践させていただきましたのは、鹿児島県にございますひばり肝付店さんでした。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。